ハリセンボンのお二人、近藤春菜さん、そして箕輪はるかさんです。大きな拍手でお迎えください。どうぞ。どうも、どうも、メリークリスマス。どうも、メリークリスマス。ようこそと言いたいところなんですが、箕輪さんの隣のちょっと顔が白い感じ、ね、方は本当にね、体ふわふわなんだね、はい、今日はベイマックスよろしくね。ベイマックスじゃねえよ。まあ寄せていますけれどもね、はい、だいぶね、じゃねえよと言いつつだいぶ寄せてますけれども、でも境目があるからわかる。全然ね、ちょっと色が違うところがありますから。春菜です。はい、はい、でもね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ようこそお越しくださいました。はい、今回映画ベイマックスの大ヒットを記念してお越しいただいたんですけれども、はい、あの映画も見られているんですよね。そうなんですよ、はい、私たちもね、見させていただきまして、得られた感想を含め一言、はい、まあ、いただければ、うん、ご挨拶も含めいただければと、はいはい、では近藤さんからお願いします。はい、はい、いや本当に楽しい映画で、なんていうんですかね、心のやっぱ絆、兄弟とか、あとベイマックスとか、いろんな絆もありつつ、はい、そのアクションもね、すごいんですよね、うん、いやだからその想像を超えたアクションということで、はい、そういった意味でもね、楽しめましたね。はい、箕輪、はい、さんはどうですか。いや、ベイマックスが、うん、その感情を読み取ってくれるロボットっていうことで、私はね、すごい感情が分かんないねってよく言われるので、本当にね、ベイマックスみたいなロボットがいてくれたら、はい、本当にいいなと思いながら見てました。はい、10段階ではるかさんは多分もうないですもん、マイナスとかになっちゃいますから。絶対ゼロだから、一番下は。本当、うん、はい、マイナスはないのでね。あ、そうですよね。ですよね。やっぱでも本当に見れば必ずベイマックスいたらいいなって思う方がね、本当にそうですね、思うんですけれども、本当にケアしてもらいました、はい、欲しくなる、はい、まあ、そんな風にベイマックスは人の心と体をケアするんですけれども、はい、今回ハリセンボンの2人は映画ベイマックスの大ヒットを記念しまして、はい、日本の皆さんをケアするケア隊長に任命されたんですよね。そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。ケア隊長ということで、まあ、日本の皆さんをね、私たちで、まあ、ベイマックスと一緒にケアしていこうということで、はい、今回ベイマックス の、うんうん、そのエクササイズをスタッフの皆さんと考えてきましたんで。そうなんですよ、すごいですね、さすがケア隊長ですね、はいはいはい、簡単にできるエクササイズなので、はい、お子さんからお年寄りの方まで、うん、幅広く皆さんでできるエクササイズになってますので、はい、ぜひね、やってもらいたいよね。そうですね、うん、はい、もう今日やっちゃおうかね。やっちゃいますか。はい、しかも今日一緒にやってくれる子たちもちょっと呼んでますんで。そうなんですよ。そうなんですか。はい、じゃあせっかくですから呼んでもらっていいですか。いいですか。はい、はい、おいで。犬じゃないんだから。おいでー、来たさあ、ということで、はい、改めてご紹介したいと思います、はい、ベイマックスふわふわエクササイズ子どもケア隊と、そしてこのエクササイズを一緒に考案してくれました振付師ユニット左から美香子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずお尻を右左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 、はい、ね、はい、普段、ね、みんながやってる動きだよね、はいはい、あんまやらないよね。そう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 、いい感じいい感じ、ね、はい、そしたらその時手はまっすぐ上に伸ばしてみてください。これ結構肩甲骨にいい感じですよ、うん、いいですね、はい、伸びてますね。ピンと伸ばして、いいですね、そしたら右からグーパー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 、ちなみにこの時前後ろ前後ろ前後ろにします。これ肩甲骨ですよ、はい、OK? 大人頑張れそうですね、ちぼこはすごい元気にやってます。いいね、いいね、はいよ、はい、皆さんありがとうございました、はい、さてケア隊長2人の動きも私ここから見させていただいてたんですけど、はい、なんかちょっと近藤さんの方がちょっとこうリズムのノリが確かにね、なんか動きが止まってたような気がしますよね。はい、
あれ充電した方がいいんじゃない？いやベイマックスじゃねえよ。寄せてますけどね。寄せてますけど、 寄せてますけどね。そっか。はい、さあ、結構皆さん体温まったというか暑いんじゃないですか。暑いです ね。皆さんちょっとほんのり汗かいて、うん、一回ね、練習するだけでこんなに違うということなので、はい、ぜひまあ寒い時期ですからね、あのエクササイズをして健康を保っていただきたいなというふうに思うんですが、はい、でもこの季節本当体がねこう冷たくなって温めなきゃと思うんですけど、うんうん、はいはいはい、どうですか箕輪さん、やっぱりこう最近ちょっとここ痛いなっていうようなとこありますか。あちょっとね、うん、最近ねあの肩がね、うん、凝ってるなって思うんですよね。あらららら、ちょっと痛いんですよね肩が。じゃあせっかくですから私がマッサージしましょう。あ本当、うん、いいの。痛て痛て痛て痛い、すごい力強いよ。痛いよ。痛かった。くれましたよ。あ、扉のサイズギリ大きいでしょ。ベイマックス、ベイマックス、わー来てくれたの。もしかして来てくれました。わこんにちは、私はベイマックス、心と体を守るケアロボットです。痛がる声が聞こえました。箕輪さんの痛いが届きました。ベイマックスに来てくれたんですね。これが届いたから来てくれたんだね。はい、ありがとう。皆さん見てください、頭の上に乗っているのはみかんだと思われます。ですから今日は特別に白ですから鏡餅スタイルということで来てくれたのね。ありがとうベイマックス、もちマックスもちマックス。さあ、うわかわいい。せっかくなのでちょっとあの二人もちょっとふわふわ感をちょっと試してみたりしたらどうですか。いい、はい、ね、ふわよし、ふわふわよし、よし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 てくれた。どうですか、やっぱ癒されます。いや癒されますね。普通のベイマックスでも癒されるのに、うん、こんな鏡餅みたいなベイマックスは本当に癒されますよ ね。ベイマックスとみかんに癒されますみかんもみかんも癒される、うん、かわいい。なかなかみかん乗っけてるのは見ることできないと思います。日本ならではですね。さあということで、まあ、これで箕輪さんだけじゃなく近藤さんも癒されたということで、早速では皆さん音楽に合わせて先ほどのエクササイズ行きたいなというふうに思います。なんとベイマックスも一緒に今日はエクササイズしてくれるということなんですよ。やったー、はい、やりましょう。さあということで美香子さん、はい、またお願いします。行ってみましょう。はい、さあ、はい、皆さんまたちょっと立ち上がっていただいて、先ほどのようにまたですね中央の方に左右ギュッと寄っていただいて、お願いします。はい、お願いします。さあ皆さん振り付け覚えてますか ね。大丈夫かな。ベイマックスと一緒に踊れますよ。そうですよ、映画見る前にエクササイズ、うん、はい、いいですかね、こんな感じで。今ですね、佐藤氏がありがとうございます。あ、またパートナー来てくれた佐藤さん。まずはこっち正面でいきましょうかね、はい、ではミュージックスタートお願いします。まずは腰のリズム取りからいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ここからグーパーの動きに入ります。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4。次はおめめの動きですよ。5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7。はい、皆さん、いい感じです。一旦心と体をほぐして、yes. ストレッチ、ストレッチ、気合を入れ直して、リラックス。次はグーパーの動きから入ります。5、6、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。次はおめめの動きに入りますよ。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。最後に手を作ってハグです。せーの、
1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、最後にみんなで寄り添ってハグでーす。ベイマックス。はい、皆さんよくできました。ありがとう。素晴らしい。イエーイ。ありがとうございます。はい、みかこさん、ありがとうございます。まあ、何かしら汗がかければいいと思います。はい、うん、OK、 ありがとう佐藤さん。加藤さん、ありがとう。